はい、お疲れ様です。マッピーです。全ステータス 1.05 倍やっていくんですけど、使っていくのはこちらですね。ヌオーならぬこのヌアザリーダーの神デッキなんですけど、とりあえず強い S ゴマぶん投げてね、行こうかなってことで、デバフかけながら強い S ゴマぶん投げて、わらごまに対してはクワイズ打つっていうデッキですね。このデッキでやっていきます。ロックに対してちょっときついかなって感じはするけど、ヌアザ下が4枚しかないのでなんですけど、まあ、そのノック自体もね当たらなければ大丈夫なんですよ。今日はあれなんですよ、バフリーダーとか多いと思うんで、でロックが入ってそうなマタンとか来たらフェイルノートとかで分からせるしかないですね。行きましょう。マジでロックだけは勘弁してくれ。であと、まあ、いないと思うけど火炎デッキとかきついで、転結はねきついんすよ転結きついんだよ。こいや、転結きついんだよな。いるんか転結。いやそれ俺が言いたいわ、そのセリフ。炭治郎、俺がそのセリフ言いてえわ。で今相手陣雷出せないし、でトップ引きであれとか出してくるんで、多分これ団長持ってるんですよね。団長持ってて、でスイカ持ってないんで、これ特殊ダメージどうせ手駒に固まるんでね、もうピナ先に打っちゃいます。あー X 来るんかい。なるほどね。でもねこれ前日のねこの変身した後のコンボスキルって意外とそんな強くないんですよ。なんでここはビナ打って大正解で、ここは守護でも打っときますか。よいしょ。で 4% 削らせていただくぜ。1255、決して低くはないダメージ、素晴らしい。でこの前線のコンボあんま強くないよ。神ゴマいいぞ。フェルノートとか持ってたら別だけど、フェルノートで変身とかしてこねーい。変身じゃねえ、召喚か。さあここはイブサニアでバチコリ繋がせてもらうか。このヌアザリーダーから大きな大きな火力狙っていくよ。フェイルノート持ってたらフェイルノート出すはず。持ってないぞここは、おそらく。さあウィブサニア来ると思わねえだろう、まあ、ヌアザリーダーからウィブサニア。でも全然ある話である。ああ気まも持ちだ。もう嫌だその子は。ちょっと考えろ。はい、ブラブラ打ったら金馬のあれが強くなっちゃうのか。まあ、F4 でも打っときますか。今ライフは強くないし、ここは落ち着いていこう。ウィブのコンボ2回つなぎとかやろうと思えばできるんですけど、焦る時間じゃねえだろう。まあでもここにブラ出せるだけでありがてえ。メルカバー、タクアタにメルカバーは珍しい。コンボ強いコマ引いたら D1 もありだけども、引き見てからだな。あー行っちゃうか。これは行くしかねえ。でブラの消化も入るからもう最大倍率余裕で出せますぞ。よし。でしかもこれね、何が強いってあれですね、 F に打たれてもブラのゾロ場召喚めっちゃいい感じにやってくれるやん。これいい感じになってくれるやつ。ひろゆき来る。で B さんにコンボ強いかも引きたいな。これコンボと火力、あーエンデガとかがちょうどいいかもな。いらっしゃいませ。バイス、まあ、悪くはねB3 ロック打っとけば F2 から2手飛ばしは無理じゃろう。うん、削るぜ。どすこーい。ただこのゾノバ両方取られるけどな。うん、どすこい。あ、どすこい。でどこも、うーん、どすこい。ナイス。でこれメイティスとか出せれば代償プラス俺のバイスで飛ばせるかもね。これでメイティスとか釣れたら、メイティス来い、メイティス来い。うおーおー癒しキャラ。まあちょっとこれまだ飛ばしに行きなそうかな。いらっしゃい。さやか、このさやか強いね。このさやか強い。よいしょ。ライゲキ隠れて、多分今バイス飛んでないと思うんで打たなくてよくて、このさやかはマジで強いぞ。意識回復してくるね。うい、お、結構軽く出すじゃんお前のコンボ、まあ、そいつはさやかで終わりだ。よし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 、引き強かった。初手ビナ打ったのも良かったね。てか B5 入ってんだ相手。こそ15とか入れてたのかなか S5 か知らんけど、ナイス。いいね、初っ端勝てたのでかい。ちょっとバフリーダーもっと来てほしいんですけどね。初っ端のバフリーダー来ないっていうね。もっとバフリーダー来てくれていいだろ。時雨アットしぐれさん。これしぐれって読むんだっけ、時雨って。これ悪いけど舐めないでくれる。
この読み方ぐらいわかるわ。カテキオヒットマンリボンで並んだわ。もうこれあの習ったからそれ。しぐれ総炎流でしょ。わかるよ。しぐれ総炎流公式5の方サミダレ。およく覚えてんな。公式3の方やらずの雨。あ覚えてんね。俺意外とやっぱ覚えてる。やるな。俺しぐれ総炎流引き継いでるから悪いけど。お前どうせ最終火力特殊でしょ。ビナ出したくねー。出したくないけどちょっとこれ手札回りのために行きますか。ベルグレーデでも警戒しておきましょう。悪いけどね俺カテキオヒットマンリボンでその読み方完全にもう学んだんすわ。こいや。え神ちゃんだってのマジかよ。お前神タンかよ。うっ強い強い引きが強い。風車罠でいいな。これね、さやかさん発動しないし、メイニから打たれたで美味しいし、なんか、マイティと勘違いしてくれたら、まださすがにない。うららららら!1、2、3、4、5、6、7、8、まだ発動しねえか、そうか。まあでも、ウィブでいいね。で、これ C2 から打たれたらだるいな。X 来てほしいんだけど。よいしょ。X 来てほしい盤面だね。ここはどちらかというと死にから打たれるとフェルノートに当てられないんで。うわ回収されちゃった。じゃあ F もうあれだな。 F5 いかないなこれな。うん D5 トゥールだから入るか。 A3 打たしてカドブラになるなこの手札周りだと。 S5 は俺めちゃくちゃ切ったな。それにしたってよいしょ。エナジーリプレイス OK。で相手目線だとコンボ強くまったら A さん来るだろうし、右下 X はちょいコアなはず。トゥルラあるからね。 OK コンボそんな強くないでしょ。まあ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 ちょい強いかな。ミヒカリ姫は2400了解。まあでも相手のキャラゴマちょっと取れるね。で夏ブラ入ってあげていいぞ。俺手札回りマジでいいな。まあ強いコマしか入れてないんでね。あの手札回りがいい理由っていうのはデッキ構成としてデッキに強い駒しか入れてないからってのがある。これ豆だ。お前引き強いってーってなるのは相手のデッキが強いってことなんで、ね、よしさあこれでウィブの動線開いてあげてでブラ召喚待ちまして、あーこれ守護者後出しでもいいな。ファーストビナじゃあ何だっけ、バイセ切っちゃってもいいな。フェイルノートのコンボでもそんな強くないな今。これ F3 から打つのもありだな。2400でしょ。いってあげるか。これ、F、あの、なんか変なシルルとか出される前に。打っちゃいますわ。で、キンマンも持ってたらもうすぐに出せるはずなんで、相手キンマンも今持ってないですね。この2400共有します。次、ビナで動線組みたい。あ、でもヘルナットのコンボ2回食らうんか、これ。エンデが先に打つのはちょっとなんか嫌な予感するな。あ、待って、これミスったかも嫌な予感する。このエンデが先打ちは怖い。ロック引く。え、でもここバイセしかねえな。一択。で、この吸収ありがたい。バイセ一択。よいしょ。吸収入れて毒入れる。で、6650残ってて、1500、2150、7300か。で、ってことは、6500ライフバレ出せれば勝ちだな。ちょっときついな。ロック打つしかねえな。ロックって耐えるしかない。でもバイザー持ってそう。ここビナ打たれるよね。あーでもそこにビナか。これ吸収入れれるね。ありがてえ。これ、あーでも意外とイーサンで飛ばされるか。え、大丈夫だと思うけどな。いや、そこビナはマジで美味しい。でけえ、そこのビナ。これイーサンに打たれたらやばかったな。フェイルノートのコンボもう一回使われてたから。これ多分ビナ耐えれるだろ、相手の。じゃあね、バイザーか。ウンディーネ出たら飛ばしに行けないのかな。いや、そういう可能性あんのか。いや、どうだろう。いや、でも大丈夫そうだけどな。大丈夫そう。ウンディーネ来るか。でもこれさすがに飛ばしに行けると思うんだよな。そんなにカットしねえだろ。バイセバイセぞ、こっちは。大丈夫だね。これさすがに飛ばせる。うん。カット込みで4000ライフバ出ればいいから、いける。今のライフバの、うん、いけるいけるいける。ギリギリいける。ギリギリのない。よしよしよし。ギリギリでもないっていうね。もう計算力ね、マジで落ちぶれすぎなんですけど。まあ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 、よかった、イーサン抜きやで。じゃあイーサンピーナー打たれじゃなくて、マジでよかった。助かった。
助かった、危ねー。まあ俺も神駒、いやでもそっか、普通に夏バレとか出してるから分からんか、あの神駒ばっか出してたから6読めなかったんかなとか思ったんですけど、別にそんなことはなかったっていうね。さあエクレル、まあフェルノとのコンボ使いたかったのかな、先にロックなかったら飛ばされてたのかな俺、どうなんだろう。はい、教授、おし、きた、頑張りの技。炭治郎には負けるけど、コブには負けるが、さあこの初手は悩ましいの。この初手悩ましいですの。ポッタ相手の初手、相手の初手は、相手の初手は早ばいんでおるすの。なんかセブルス・スネイプが出た。エンデが捨てるか、エンデカの名刺交換ですの。ポッタさあ相手の初手インデゴに対してこちらの初手インデゴ1800以上のアハルカを与えてますね。さあどうする、まあヌアザ聞いてくれてんのありがてえ、そんな考えなくても、そんな考えなくても、こっちヌアザですよ。あう、フシャウンディーネ、いらっしゃいませ。いいですね、お互いウンディーネ引いていく。トゥルラ打つか。まあ S 駒が多いので早めに S 駒を出して、こう後半に S 駒ばっかり手駒になって、こう踏ん詰まりを起こさないように、 S 詰まりを起こさないように。ミューズあるか、持ってたら。でもここ、ああ持ってるやんけお前。うん、引き見てから、はい、さやか、ウンディーネ行きます。ウンディーネ行ってさやかって張ります。かいくも入れてあげます。さあヌアザ頑張って、ブチャルティやめろ。ピカー、よし、ピカーはならない。そこふ、オッケー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 、よし仕事した、ナイスナイス。ただ A アタッカー持ってそう、さやか打ってもすぐ回収されるだろうな。けどここはさやか打つしかないね。出せ、よいしょ、削って、いいですね。相手の HP あと21,324、高えな。やっぱ神棚だけあって HP 高えと。であとフェルノと警戒しないとな。全然フェルノとありえるよね、うん、やっぱそうだよね。けどフェルノとはそこに出すなら美味しいですね。こっちさやか出してるんで、よし、ウィーブ出してあげます。で、あ、 F5 ウィーブでもよかったかな意外と。でこのウィーブ出すことによってお前はこれで回収できないと、回収させないよ。よし、もうバフ焚きつけてくるには、焚きつけてくる分にはもう問題ないっすね。で、はい、もうこのさやかにあやかっていくからな。ローランとかないだろその HP、 ローランとかないだろその HP。 A2 で動線組まれると意外とだるいのか。けど回復とヌアザがあるから大丈夫感もあるけど、ここね左ウェックスバイセに打ちたいんすよ、できれば。まあいいや、よいしょ、ほい、ほい、ナイス。でこれ削ってあげて、でエンデが切ってる、どうだアタッカー、そろそろ固まるんちゃいます。俺はさやかでギリギリまで粘るからな。最悪 F4 ビーナーでもあるからね。 OK、 クラリで回収してくる。まあビーナーもあるんで、で5500の7000、3200単体で出せれば勝てるから、2枚ぐらい1400の2000ぐらい3900で飛ばせるね。よし、よいしょ、よいしょ、ナイス、ナイス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 。フェイルノートも何のその、よしよし、ヌアザ頑張ったね今。ヌアザとサヤカが掴んだ勝利、噛み締めていこう。シアンいないな今日、ヌアザとシアンどっちが強いか勝負しようじゃないか。でも実際一応そのシアン対策にねクワイズは入れてるんですけど、なかなか活躍しないと。自由の身、人権ゴマなくても勝てるよ。まあバリバリ使うんですけどね。いやそれでいいだろ別に、いいんだよ人権ゴマね。ぶっちゃけどうなん、マスターに上がるだけだったら人権なしでもいける気もしなくはない。俺1年2年前ぐらいにさスキルレベル1でマスター行ったんだね。
っていう企画やったんですけど、マスター行くだけだったらなくてもいけると思うな。スキルレベル1でいったからな。まあでも相当頑張んないといけないし、まあ、あれは上手い人じゃないと無理なのかな。まあ俺は別に上手くはないけど、いやどうだろう、まあ普通の人よりは上手いかな。普通の、ごめん、でも普通の人って言い方良くないな多分。なんかどうだろう、まあ上級者の中だったら俺底辺ですね多分。ギリ上級者だろうな。ギリ上級者だったらいけるから、まあ頑張ればいけると思うわ。スキルレベル1で1チャミさんの時に使ったデッキはアレスですね。アレスが一番勝てたわ。スキルレベル1なのに。スキルレベル1だったらさすがに人権ゴマと呼べねえからな。どうだろう、トゥールラとかってスキルレベル1強かったりするのかな。実際知らないけど。うわーそれだりなー。はい、ノート、X ノート。ロックはまだ残すぜ。で、俺でも地味に実は E4 がやばかったりしなくはない。俺コンボ強いゴマ引いてねえからな。まあ打ってくると。これ逆に言うと引けばめちゃめちゃこっちのペース。トゥールラとかウィブとか引いたら俺のペース。よし。これが上級者だ。まあ、ヌアザリーダーなんで悪いな。手駒に来る S も多いんだわ。リーダーが A だからこその。さーて自由の身。んー、よしヌアザも引いてるんでね、 1.6 倍程度は問題ない。でここバイセンも引いてるのはでかいですね。いらっしゃい。さあヤーカー、いやこれめっちゃ C6 置きたくねー。置くわ。バイス後出ししよう。よいしょ。あ、よいしょ。で、これでなんで C6 打ったかっていうと、あの火力出すプラス、多分エンデが持ってると思うんだよな、この手札周り。ミューズあったらもっと先に出せるし、さあ4枚エンデが打ってくるけど、これ悠々耐えて、特殊ダメージで勝つ。よし。いってらっしゃい。で、相手のキャラ3枚、2400出せる3枚返しで、3600のあれのあれで、よいしょ。よし、4950ぐらい出るだろう。いってらっしゃい。5020出たわ。俺の予想より出たわ。オッケー。よっしゃー。2手目、春秋なんてさせないよ。オッケー。前回の動画で失ったポイントを取り戻していこう。クリボー、対戦していただいた全ての方とレビエーターに感謝。違う、クリボーが勝手に羽クリボー好きなんだけど、わかる、クリクリとか言ってさ、めっちゃ怖い。出たクリボー、出たぞシアン。これはクワイズが、クワボーが頑張ってくれるのか。え、あ、ケラブってさ、こいつマタン条件じゃねえんだ意外と。え、強いなお前。でこれどうせ仕打ちしてくるやつでしょ。どういう感じでいこうかな。 X トゥールラーっていう感じでいくか。まあ、C 来るよね。オン。はい、これなんか変なことになる前にトゥールラーつか。まあ、この 60% 返しは許容だな。そんな大して食らわねえよ。2000、意外と食らわ。で、ここコンボとかも置いといてんで、ただこれあれだな。ラヌガとかで当てられたらダメか。まあ、でも最悪ヌアザで捨てれるから。え？あ、紙デッキね、了解しました。そっか、マゴマ召喚するからあいつは入れてただけで、これ多分紙デッキですね、HP 的に考えて。よく見て、よく見たら。よく見たら紙デッキですね。これもう X ウィブいったるわ、俺。でラヌが持ってたら最悪ヌアザでカバーしてあげよう。でどうよ。おお、オッケー。ありがてえな、それは。削ろう。 60% しか返さないからな基本的には。
基本的にはそいつ単体だったら俺はガンガン火力出していいと思うわ。 60% しか返せないから。おめえ頑張っても 60% しか返さないもんな。オッケー、こっちの方が HP 高いんですわ。でこれ角くるで、マゴマが3枚だから、ここでマゴマ出してきたら回収できるけど、それだと回収できないですね。よしで、召喚でそこくる。待って、その回復だるくね。それはちょっとやばいな。しかもこれベルトのコンボも回復あんのか、ちょっとまずいかもしれん。オッケー、それ召喚入るけど、 A4 打っても俺のさやかは回収できないね、現状だと。でラヌガーを警戒しないといけないんだけど、早く貫通。お前さ、そういう出来かよ。かゆくオーラ引いてきたんだけど。ダリー、回復オーラ引いてきたんですけど、これロックであいつ突っ張るか、ちょっと引き見てから。ピナ、悩む。ロック、悩むな。こっちか。いや悩んだー、これイーサン打たれたらしんどいんだよな。でロックで、でもキリン出す分にはイーサン打たれても大丈夫だと思う。キリン出る前提できます。ダメか。だったら C6 打てばよかったわ。やばすぎ、そのデッキやばすぎ。いやダリー、でもどうせラヌが入ってるんだよな。だるすぎる。回復で罠駒で顔倒すってデッキか。ミス。いやーちょっとこれは読めなかったな。これはやべえな。こっから勝てる未来見えねー。ビナギリギリまで切れねえな、これ多分。いやーダメだな、これ勝てる気がしない。ちょっとこれロックでそいつ出んのやべえて。いやこれは予想外だったな。多分火炎とか来たら死ぬデッキだけど、今日火炎いないもんな。いやそのデッキ選択うまいね。いやーそれはやられたわ。多分回復しないデッキだったら俺全然勝てたんだけど、ちょっとどうしても飛ばしに行けねえなこれ。しかも D2 ルキア打ったせいでこれ E3 打ち放題っていうね。 E3 入り放題。これビナ打った方がよかったかな。うわーだるいな。フリジア終わった。フリジア来たんですけど、いや飛ばせねえ。でもこれつもしゃあないですね、相性ゴミっすね。どうもこれなんか火力出してくるタイプのデッキだったらまだいけたんだろうな。しゃあねえ、隠れて。まあワンチャンあるとしたら、いやないな、フリジアのコンボあるし無理だな。くそー、回復メインで来る感じか。ベルトだけしか見えてなかったし、 B3 アルカード来たから火力出るデッキだと思ったけども、確かに神駒6までベルト入れるかって言われて怪しいな。まあ、確かに怪しいか。ちょ早く飛ばしに来てほしいんだけど。なんでそんな時間かかってんだ。回復しか入ってないからか。早く飛ばしてくれよ。まあやってることは俺も似てるけどな、ヌアザで耐久しながらって感じだから。あーしかもここもやばいな、 F1 打たれるな普通に。早く飛ばしに来てくれ、疲れた。もう僕は疲れたよパトラッシュ。 F1 も E1 もやばい、どっちもやばい。あーきついっすそれ。もう飛ばしに来てくれ早く。僕疲れた。あてかこれあれか、俺が火力を出せばいいのかここで。了解しました。あダイナミック投了いきますか。ダイナミック投了、俺がそ もっとそうだ、こうすればよかったんだ、もっと早く。ダイナミック投了、じゃあな。あギリギリ投了できた、あぶねえ。よしナイス投了。じゃあこれはX 行ったら失敗だったな。こんな回復するデッキだと思わなかった。回復しないデッキだったら絶対こっちの。でもこれうまいな、普通に回復するデッキだったらさ、そこから場面取れるし、しないデッキになったらさ、相手目線だとE3 から入られまくるから いけないんだよね。あそのデッキ強くない普通に。X 打たせられるし、
相手目線だと打ちにくいんだもん、その A2 に。あ、じゃあ、ビーチか。ビーチに打っちゃうと、コンボ繋がれまくって相手のコンボに対しても罠ゴマ発動する状況に持っていけるから、その打ち方強いな。お、来た。これヌアザめちゃくちゃ活躍するじゃん。なるほどね、よろしくね。これはさすがに相性いいと思いたいな。めちゃくちゃいいぞ。ただ暗黒はどんな相性も覆す可能性あるからね。ランドタイランドジリアみたいなことがあったら。うわ、デンラから切ってくる。いらっしゃい。ルッキア打っちゃうか。早めにガラン出させるぞ。お前ガラン持ってるから初手デンラ打ったんだろう。知らんけど。右2枚がロックするはずだ。あ、違った。シェンメイ持ってんのか。それかライフォートガラ持ってない。ライフォートポイスついてんじゃん。いつの間に俺はもしかしたらイニシエに生きてるのかもしれない。一回守護打って、さあ吸収届く。ウロコここで打つ気だな。多分右2枚からウロコで A3 に来るでしょ。だから俺のゾノバ2枚返しで取られることは薄い気がする。鱗出したいだろ、相手も早めに出したいだろ。そうだろ、 OK で、ドゥンラーコンボ 1.8 倍。まあドゥンラー取ってあげていいか。よいしょ、 OK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 。 呪いでこれね、鱗が薄くなって、トネルムは持ってないな。持ってたら先打つはず。でジリアンがあるかどうかだな。ジリアン打たれたらきついぞ。ヌアザあるとはいえ、ああもうそいつは実質ジリアン。これきついな。相手のキャラコマとりあえず取っていかねえと。トゥールラここで出したくねえ。出すしかねえな。でもおいおい、さかいくれて、キャラコマ取って、うわーランタイカルタ、やべえやべえ、ランタイガルタ、ヘイルノート来てくれ早く。やばい、そいつはやばい、やばい、大ピンチ。一気に逆転されますこれ、やばいです。言わんこっちゃねえよ、言わんこっちゃねえよ。おいランタイ来んなって。いやこれどうしよっかな。いや一回ちょっと軽く出さないとダメだな。よいしょ、で F3 打たして左ウェックス、もう一回ちょっと一回抽選し直さないとダメだなこれ。一旦火力出すやん。いやヌアザ頑張ってくれ、とにかく頑張れヌアザ。 F3 絶対来る。あ、繋いできた。あー、そっか、ミニエランの、それはやばいな。ミニエランのか、ちょっと待てよ、クワイズ。ちょっとこれむずいな。F3 打った場合、いやちょ回復しすぎだろう。 F4 クワイズに見えるけどな、ぱっと見。あ、間違えた、そっかこれ E3 黒、あ、しまった、間違えたな。あ、そっかそっかそっか、そうなんのか。あ、そっか、 E3 黒になっちゃうわ、ごめん、ミスったな、やべ。あ、どまい、これでもどっちみち無理だな。もうここまで回復されててシェンメイまで握られてるならもう正直勝ち目ねえな。やられた、相性いいのに全部ランタイに行かれたって。いやランタイ強すぎるってやっぱり。まあランタイなかったらなかったね、暗黒さんも勝てないと思うからしょうがねえな。いやランタイがきつすぎるって、これランタイなかったらまだあったな。どまーい、ランタイキチー、ヌアザ一人で止められねえよこんなの。バフえぐいてー。でも今どっちみち無理だな。ウンディーネ張ったとてだな。もう一回行こう。暗黒いるんか今日。また倒しに行けんのかな、それで今日またいんの。
エンジョイ小説アートログイン勢で書く人大体ガチ勢です。あ、確かにそれあるかも。いや待て、否定させてくれ。俺エンジョイ勢だから。はい、エンジョイ勢です。すいませんでした。俺がガチ勢なわけねえだろ。こんな変な動画ばっかり出してるやつがガチ勢なわけねえだろ。 QED 証明完了。これクワイズ捨てるか。じゃあな。もうちょっとクワイズ活躍させたいんだけどね。しゃあないね。よし、ランタン行かれてない。ああ、クワイズ出した後にワナゴマ出すのやめろー。バレたじゃねえか、俺に貫通がないこと。もうこれ以上の貫通がないことバレた。ただもうフェルノと行かしてもらいます。よーし、こいつはなんだ、ジキャラ2枚か。死に来るねこれ。まあヌアザリーダーだからね、コンボバフについてはある程度許容できるぞ。 OK で、ここでなんか引っけ。はい、あ、めっちゃいい。100点あげる。そのビナ一番強いわ。最強のビナ打ちまーす。さあ、ここのビナ絶対相手バハムート切れない。 2.1 倍で出したいだろ。つまり貫通されないイコール最強。そうだろ。 OK、 シム切りで罠張りでいいだろう。引き見てから。はい、バイセ、まあ罠張りでエージェッシャロ、よいしょ。オカルト乱れ打ち、ボルト、いやボルト強い。ナイス。ランタイムロ、うわー、おい、なんだその悪魔、マジ悪魔なんだけど。何お前、メガネかけたカービィがよ。なんだこのメガネカービィは。やばいって、悪魔来た。しかも相手の手駒にはあの目が点のカービィもいる。きついって。いや待て、落ち着け。こっちはヌアザだぞ。これ右ウ X 来る、右ウ X に打ってくる駒だな。それ次第だな。罠、うわ取りてこんなもんトリプルテイクだろ。こいや、あ、取り、ちょっと待て待て待て、ウンディネで取ろう。ここはこれウンディネ取ります。でトゥールラ C6 から入って、さあここヌアザ効いてるぞ。まあ、祭り変身しちゃったらね、バフそんな強くないから。ここ打たれたくない場所。 D1 意外とやばい。 OK 使わせた。これバハムート使わせました。バハムートを使わせる。さあここで控えているのはトゥールラ、ね、トゥールラ控えているんですが、考えます。ですが E1 から動線組まれるとまずいって話する。なんで、いやーちょっとこれどうしようかな。 C6 か F1 だと2枚返しか。いやこっちの方がいいな。 F1 から打たせて動線組まれる方が2枚返しで抑えられる。こっちの方がいい。でしかも F1 打つと3枚返しだから、これ絶対こっちの方がいい。うん、これでいい。 E1 もあるが、1だと3枚返しこっち通って、4,906,000、あ、飛ばねえか、飛ばねえな。2ターン耐えないといけない。頑張れヌアザ。であと手駒特殊で固まれ。お前はそろそろ特殊で固まれ。さやか起動しろ。あー、なんだそれ。お前絶対エンデカ持ってんだろう。これもこのカービィを出させたぞ。よし、ロック引く。でブラダマンって切った。いやでもこれつんな、いやでも待て、落ち着け、落ち着くんだ。ロックに見える俺は非常に。いや意識、いや、うん、次飛ばせるよねこれで。そんなの、うん、いけるで、これ飛ばせないでしょさすがに。祭りのバフそんなとかかってないし、そっちの子も弱いから。オッケーで、クラリが出ると。よっしゃおはよう。オッケー。
こういう時マジで悩むね。けどまあシェムキリも切ってるからロック刺さるわな。ナイスー、吹き矢ピュッピュッ、ナイス、大勢ありがとう。よし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 、さすがにフェリアには負けんよ。 OK、 次ラストにしとくか。これ勝って900ポイント逃がしてくれ、頼む。なんかもっとガンガンバフリーダ来ると思ったんだけど、バフリーダ結構来てるか。暗黒も神玉当たったしな。いるだろ、こいや。引きおかしいよ。速攻流デッキ、速攻流デッキ、バフリーダじゃねえか。こいよ。引きおかしいらしい、相手は。どういう意味でおかしいんだろう、強すぎるのか、それとも。お前速攻流じゃねえじゃねえか、ふざけやがって。おい、そこでじゃねえじゃねえか、この血色の悪いカービィがよ。なんだこいつ、耳長えカービィじゃねえかよ。やばいな。まあ、ウィブ引いてんのありがてえ。初手ロックとか来てくれたらありがてえな。そのままウンディーネ出して自分の理想ムーブができる。で逆にこれちょっとロック、うんきついな。ヌアザでか、あ、まあまあ、倍性はでも切ることないから、初手ベルグレードとか勘弁してくれ。通信長くない？マジやめて。初手ベルグやめて。初手ベルグやめて。悩んでる。OK。ない。ない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 。悩む意味ないもん、初手ベルグレードに対して。ありがてえ、ありがとう、意思が伝わった。よし。バリアー、ちょっと通信長ない？はい。よかったー、ありがてー。オッケー、6、ロック1枚使わせました。騎士タイガと、オーダのスタングルネ。さあ、ロック1枚使わせました。相手は風車に。リッチを変置きですね。リッチを置きましたね。で、ここ悩むな。これブラこっち行きますか。イオン進行しても良い。そこルキアだからね、ビーチから入りつつ、うんうん、いいでしょう。まあ、リッチはね早々に取ってあげて、相手 HP ちょっと低くない？そんなもん。セクメトとか怖いな、あったら。はい、クワイツ、クワイツ打つしかない。レッツゴークワイツ、ウォーミングアップだ。1287、よい、クワイズ今回眠してに。これ D2 とかから来る可能性あるけど、その場合2手先コンボ強い子まで C5 打ってあげて、さあ素直にクワイズを取るがいい。俺はその間に S5、 おいおいおい、おお、戻ってきた。足 D に来ると、OK。で、俺、まあ、これは多分俺のドノバをね、召喚させないための D にですね。で、ここ、はい。共に行きましょう。まあ、3ターンかけたいから、ウィブでいいな。うい。ナイス。いいね。あ、いいね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 。ちゃんと火力出してんね。私オーラ引いてない。まああとこれ地味にこの敵は村正がきついですね。村正だったらきついですね。村正があるのか、あるかどうか、変置きなさそうだな。そこにあるかどうってことはわかんないけど、いらっしゃいませ。ツールラ最強なんですけど、いや行くしかねえ。よいしょ、最強のツールラ。さあこれB4 でね、守護のコンボ打とうもんならトゥールラの動線がぐちゃぐちゃに開くし、どこ置いてもきついでしょ、相手。B3 とか濁しても取れるし、OK、取ると。で、取ったら取ったで、ウィブコンボがあるですね。OK、OK。まあでも、これ相手からしたらそうなるよね。守護コンボ残したいし、その打ち方わかります。で、ここはバイセでいいっすね。これで相手には、穴駒出させにくいようにして、まあ、B4 穴駒がワンチャンあるか。けど、穴駒来たとて、問題ない。ここまで削れれば、おお、恐ろし
何その恐ろしい駒。やってくれたな貴様。はい、ちょっと考えさせてください。左下 X に見えるがな。吸収されてもバイセで飛ばせるようにも見えるが、これ右上 X だるいよね D 値打った場合。え、めっちゃ左下 X に見える。はい、めっちゃ左下 X に見える。俺多分飛ばせると思うけどな、バイセで。ウィブコンで4000出るんでしょ。あ、コンボも 9%。 いや、1、2、3、4、5。あ、 9% 吸収しないね。 7.5% だ。 1.5% 吸収だから大丈夫だな。あー、でもし、いやでも主語打ったな。 OK。 いや飛ばせると思うけどな。 OK、 2400でしょ。あ、でも意外と微妙。ちょっと待って。うわ、ここ好み出る。いや、こっち。いや、危ねえ。危ねえ。次飛ばせたかな、お前。俺飛ばせないと判断したわ。無理だわ、ここは。けど、これ次、ウィブ動線確定で開くから、ここさえ耐えれば。耐えれるよね、8930。耐えれるよね、チラッチラッチラッ。アイシャ、行ってない。あの、今日アタック行ってんだろ、5倍が。耐えれるだろ。耐えろよ。気合入れろ。気合入れてけ。俺の気合を、待って、これ C 値打たれたら忘れてた、 C 値あるやんけ。やっべえ、ウィブ動線開かねえんだ、やべえ。あー、でもぬわざと意識できる。2100と4100か、いけるな。 OK、 だから3枚打って、4100の5400の OK、8900出る。いってらっしゃーい。あ、9000出た。あ、ちゃうわ。あ、そうか、300か。オッケーオッケーオッケー。スキルで300出たんか。オッケーオッケーオッケー。よーし、しゃぶねー。ヌアザ、お前はコンボで輝くんだ。あぶねー、倒す強すぎ。あぶねー。ってことでギリギリ勝てました、サントが最後。まあでもわりかし全体的には勝った方じゃないかな。 S ゴマ強かったですね。はい、あぶねー。よし、ってことで終わりますか。ヌアザリーダーでデバフかけながら S ゴマ強いの出していくっていうね。まあクワイズはちょっとほんと自由枠っていうか、適当に入れたゴマなんですけど、こいつリッチとかにしてもいいと思いますね。ってことでまた次回お会いしましょう。お疲れ様でした。高評価とかよろしくお願いします。さよなら。